幸せなね、お父さん。炊くまで行きますね。はい、ありがとう。認知症の母と大変よ、ほんまのとこはね。耳の遠い父と、もう昼？お？お昼ですか？オリーブ？離れて暮らす私。お母さんどうしたの？あの 左の目がどうなっうっとる？うん。起きるね。どうした？どうしたかしら、あの起きられんの？頑張って、頑張らにゃ。これも運命よ、定めじゃわい、これが。みんなが怒ってた。怒ってないよ。95歳で家事を始めた父。邪魔になるんね、ここですぐ上がらんこと。いや、おったら邪魔になるんね。お母さんがね、うん、ごめんね、手伝わんでって言う。カメラを向けて初めて気づいた父と母それぞれの思い。ええ女房でね。ああ。